栗原電園鉄道株式会社は、かつて、宮城県に本社を置いていた第三セクター方式の鉄道会社である。栗電の愛称で親しまれていた。本校では、その前身にあたる栗原電鉄などの事業者についても、解説する。栗電の歴史は、栗原軌道が設立され、1921年に、石越駅、沢部駅間が開業して、幕を開けた。 この当時の路線は、非電化で期間7 6 2ト、mm、ルの典型的な軽便鉄道の様相を呈していたが、路線は、軌道法に準拠していた。開業の1年後には岩ヶ崎までの延伸を行った。栗原軌道は、1941年に、栗原鉄道と社名を変更し、翌年に、軌道法ではなく、地方鉄道法準拠に変更し、 細層鉱山駅までの延伸を行った。これ以後細層鉱山で算出した鉱石が主要な貨物となった。第二次世界大戦後の1950年代には、電化及び 1067mm への改め機を相次いで実行し、電化に合わせて1955年には、社名も栗原電鉄に改めた。1958年に栗原電鉄は、 経営難に陥っていた陸前乗り合い自動車に資本参加し、1964年には同社と合併し、社名を宮城中央交通に変更した。しかし、宮城県内でバス事業を統合する動きが起こり、それに応じる形で1969年にバス部門を宮城中央バスとして分離して、鉄道部門は栗原電鉄に戻った。 そして当初の計画通り、宮城中央バスは、宮城バス、仙南交通と対等合併を行い、バス部門は、宮城交通となった。元の鞘に収まった栗原電鉄だが、自家用車、トラックの普及に伴う、旅客、貨物の減少により1970年頃から赤字経営に陥り、三菱金属の支援で、過労死で経営が成り立っていた。 しかし、円高の煽りで、1986年に、細層鉱山が閉山して、貨物輸送が廃止され、さらに閉山に伴って過疎化が加速した結果、栗原電鉄の経営は、急速に悪化した。1993年の欠損補助制度の打ち切りを受けて、三菱マテリアルが、地元に、路線廃止を打診した際に、沿線自治体は、 鉄道での存続を希望したため、栗原電鉄は、沿線五町と、都を栗込まバスなどが出資する、第三セクター鉄道への移行が決まった。この際に三菱マテリアルは、株式の譲渡に加え、累計赤字の負担と駅舎の改築費の提供を行い、経営から手を引いた。1995年4月1日には、施設老朽化に伴う、 電気運転廃止により、社名を栗原田園鉄道、路線名を栗原田園鉄道線に解消した。しかし、その後も、輸送人員は減り続け、1997年頃には、年間赤字額が6000万円前後に膨れ上がった。このような状況で、欠損額の3、4を負担してきた宮城県が2001年1月に、 赤字補填の補助金支給を2001年度からの3年間に限ると決定し、沿線自治体に対応を決めるよう要請した。それを受けて、自治体側では2003年4月の1ヶ月間に限って定期乗車券を含めた運賃を半額にするなど、乗客の増加を狙った交通実験を行ったが、目標には達しなかった。2003年10月に、 宮城県は2006年4月の廃止を視野に打ち切る予定だった補助金をあと2年間に限りそれまでの半額で支給を継続すると自治体側に伝えた2003年12月に2006年度までは鉄道の運行を継続し2007年4月にバス転換する方針が決定され2004年6月の株主総会で鉄道の廃止が正式決定した こうして2007年4月1日付で、栗原田園鉄道線が廃止され、会社は解散が決まった。その後2010年8月21日付で、会社の生産が終了し、栗田はその歴史に幕を閉じた。2012年現在、駅舎などの建物は、和歌柳駅、細荘、マインパーク前駅を除き撤去されたが、線路はほぼ廃線時のまま残されている。 また、2010年6月13日から、若柳駅では、胴体保存が行われ、かつて、栗原田園鉄道で走っていた車両が、保存されている。詳細は、若柳駅のページを参照。若柳、八千畑関杉橋駅付近 k d 9 5系、機動車 k d 1 0系機動車。ありがとうございます。